例えば J2 だった場合3億円増やします。J1 に上がった場合は5億円増やしますっていうようなトライをしたいと。まあ、3億円ぐらい増やしたうちのやっぱり1億円ぐらいは選手に強化費に使いたいと。まあ、どんな選手を取るかっていうのは、まあ、僕だけで当然決められることではなくて、選手が監督とか強化スタッフとかといろいろ話をしなきゃいけないんだけれども、まあ、これ僕のアイデアというか意見ですよ。コンサドーレのアカデミーからはこう育ってこないような選手っていうのは、だいたい前の方でクオリティのある点に絡める選手は今までもなかなかコンサドーレのアカデミーから育てられてないんですよね。で、そういう若い選手で将来に日本代表になっていけそうな選手を取りたいなって個人的にはまあ思ってます。誰とかっていうのはちょっとあれですけど、まあとにかくです。で、まあ、この3億円っていう数字の根拠ですけど、これもまだ確定した話ではないですけれども、ある企業と一緒に、組むことで、2億円ぐらいを一緒にやっていこうということで、その協力してくれるような話を今詰めている段階です。じゃあ次のページ行くと、でその3億円が強化に使うものと、あとはまあもうプロモーションにどんだ1億円ぐらいを使っていきたい。さっきの話の中にもあったように、やっぱりこう入場料を増やすってことは、普段あんまりこうコンサドーレの情報に接してないライトな人たちをスタジアムにどれだけ呼ぶかっていうことが大事なわけですよね。で、僕の感覚としてですよ、これはまあ数字調べたわけじゃないですけど、例えば今日15日2時からここでゲームがあるっていうことを知ってるこの辺の200万人いる人たちの中で何人ぐらいいるかっていうと、感覚的には僕ね2万人いるかいないかだと思うんですよね。で、それをやっぱり5万人10万人っていうふうにこう増やさない限り、まあ、みんなと一緒に作ってるいい空気をこういい空気はあるんだけれども、新しい人に伝わらないんですよ。で、プロモーション費ってどのぐらい今まで使ってるかというと、まあ削って削ってっていうような経営をどうしてもこうしてこなきゃいけなかったところはあるので、まあ、年間だいたい1000万円ぐらいしかま使えてないんです。さっき出てきた第1期のコンサドーレができたばっかりの頃は、まあ、5、6年間で4億、5億ぐらいのプロモーション費を使ってるんですよね。まあ、その使い方は何に使ったのかわからないんですけど、だからもう一回ここで多くの人たちに日常でコンサドーレにその接する機会を増やしてもらうために、まあ、例えばメディア、まあ、メディアもお金を払わないでやってもらいたいんですけど、まあ、お金を払ってでもやってもらうっていうような方針でやっていこうかなと考えてます。まあ、いずれにしてもとにかく上上大きく大きくっていうような、まあ、ここは攻めの KO と書いてありますけど、まあ、そんなことをやっていきたいと。で、まあ、最後にじゃあ僕らこういうトライを来年しますっていうのを今お話ししましたけど、皆さんにそのパートナーとして、まあ、大きく2つお願いをしたいと思います。で、これがまあ最後になりますけど、1個が選手の最大のパフォーマンスをどうやったら引き出せるかっていうことを、今まで同様というか今まで以上にクラブの現状も踏まえた上で、お願いをしたい。で、まあ、2つ目はクラブの力の向上、まあ、これはまあ、もっともっと大きくなることに協力してほしいということですけど、具体的にじゃあどんなイメージか、まあ、今日の話を含めて最終的にこれイメージを共有したいと思ってもらいたいんですけど、今 J2 の中でもライバルになるクラブ
で、まあ、でっかいグラフになるわけですね。でコンサドーレは立ち位置としては今あの青いグラフの 4.5 って書いてある、まあ、これ数字は大体奥の単位で考えてほしいんですけど、で昇格ラインっていう横のラインありますよね。9のところに昇格ラインありますけど、これはもうこれも僕のあくまでも感覚ですけど、大体シーズンで9億円の価値を示すことができたクラブが大体昇格できるっていうふうに思ってもらえればいい、今年に関しては。でコンサドーレはまあ5億円ぐらいだけれども、どうやったらそこまで届くかっていうと、あの赤丸はやっぱり選手が本当にこう持ってる力を最大のパフォーマンスを出せたなら、あの差は僕は埋まると思ってるし、そういう選手たちの場が揃ってると思うんですね。であの差を埋めるためにやっぱ選手をこう本当にこう頑張らせてあげるような雰囲気作りはもう一回お願いしたい。ダメなことももちろんあると思うんだけど、ダメだろお前らって言っててもやれるような選手たちならもうダメだこの野郎って言ってくれて構わないんですけど、決してこう甘やかせということではなくて、最大値をどうやったら引き出せるかってことを考えると、やっぱりすげえいい雰囲気だなっていうことを選手にも思ってもらえるような雰囲気作りを改めて、まあ、お願いをしたい。これ今年に限らずだけど、さっずっとジャイ切りを起こしていかなきゃいけないっていうようなチームの状況を考えると、やっぱそのスタンスはなくなっちゃったらやっぱり勝つ確率は絶対的に低くなると思うので、そこのところはまあお願いしたい。で、次2つ目、まあ、これクラブ力をどう向上させていくかというところ、まあ、今日話しした中で今は 4.5 ぐらいのところまでしか強化費を積めるような状況にはまなってないけど、まあ、もっと言っちゃうと、まあ、1.9 億円だったらもうこんな話はできないんだけど、少しずつでも上向いてるんで、まあ、なんとかあの緑の部分を埋めていこうよ。それが、まあ、はっきり言うと僕らの、まあ、僕の仕事なんだけれども、そこにもあのぜひ協力をしてもらいたい。でどういうことかっていうと、多分今まで皆さんもいろんな人たちに声をかけて一緒に行こうよって誘ってくれたと思うんですよね。でその時に誘った人たちのリアクションが、コンサドーレのこと情報を何も持ってない人だとやっぱりここに連れてくるまでのハードルは相当高いと思うんですよ。だけどさっき言ったみたいに、じゃあ来年はプロモーションにこれだけかけて多くの露出をして、お金を使って露出をしようと思うので、ある程度の人たちにはなんとなくコンサドーレの情報は身近に感じると思うんです。だから今一度こう多くの人を仲間に取り込むっていうようなことも一緒にやってもらいたい。でプラス、これよく僕言ってると思いますけど、初めて来るまではライトな人たちが何を見ていいなと思うかっていうのは、やっぱり勝った負けたっていうのはもちろんあるんだけれども、サポーターと一緒になってすごいなんかこう一緒になって前に向かってる雰囲気だな、っていい雰囲気だなっていうのを見せることが、ライトな人たちをこちら側にこう引き込んでいくことであるというのは間違いないと思うので、ライトな人たちを僕ら呼ぶんで、また来たいなって思わせるような雰囲気作りを、選手の最大のパフォーマンスを伸ばすっていうことと同じようにやっていってもらいたい。まあ、この2つが最終的にはまあ僕が皆さんにこう伝えたい大きなことです。で選手、まあ、若い選手を一緒に育てていきたい、まあ、理想を言えば今の選手、若い選手たちが着実に伸びてクラブも4から9になってっていうようなことをやりたいんだけれども、まあ、現実問題そこで選手もセレクトされるようなこともまあ当然あるとは思うんだけれども、まあ、理想としては今の選手たちと一緒にクラブも大きくなっていければいいなというふうに思ってます。まあ、本当いつも言いますけど、みんなで作っていくのがやっぱサッカークラブでコンサドーレだと思うのと、まあ、僕は本当いつも思うんですけど、もう明らかそれはおかしいから、そのサッカーの価値がなかなかまだまだ認められてないところはあると思うんですよね。でサッカーの価値イコールやっぱりこれスポーツを
地域の人たちで作っていく価値がまだまだこう北海道で認められてないところがあると思うので、チームが勝つ負けるっていうことももちろんですけど、その価値を皆さんと一緒に多くの人、北海道の人たちに認めてもらえるように、なんかそんなことも目標にしながら一緒にやっていっていただけたらなというふうに本当に思っています。ここまでが、まあ、僕の方で一応今日伝えたいことになります。10時半までということなんで、まだあと20分ぐらい時間があるので、今日の話でわからないこと、また別の話でこれどうなってんだっていうことを聞きたいことがあれば、もう何でも質問には答えますので、なんか挙手で分かりやすく、はい、ちょっとじゃあマイクはありますか。社長、今日はありがとうございます。とてもないです。こんな数字の話まで聞けるとは思わなかったので、すごい感動してますけど、一つ思うのは、まあ、今日もテレビ中継あると思うんですけど、はい、こういう時に勝たないとライトが、ね、サポーターが来ないと思うんで、はい、だから今日は絶対勝たなきゃいけないと思ってるんですけど、僕はいつも思ってますけど、で一ついつも思ってるのが、はい、まあ、ドームで勝てない、はい、その一つの理由っていうのは、本州のチームは35度の中で試合やって練習やってるわけですよね。とここ22、3度で天国ですよね。でまともにやるとフィジカル的に絶対勝てないんじゃないかなというのがあるんですよ。同じようで走ってれば、当然向こうの選手はこんな気温なところでやってれば90分間余裕で走れるってのは変ですけど、いやまあ そこのなんか戦術的になんかそのなんか考えていかないかいかないいけないんじゃないかなとは思ってるんですけど、あの、まあ、サッカーの内容をじゃあ戦術的にどう工夫するかというのはちょっと現場に任せますけど、その理由が、まあ、ゼロではないと思いますよね。確かにゼロではないと思う。じゃあどこでやるのって言ったときに、さっきも言いましたけど、やる場所ないんですよ。ここしかやっぱりこうリーグで認められてるスタジアムもないんで、じゃあ新しいところができたら今の問題も解消しますよねっていうことで、あのなんとか5年後ぐらいにできるようにやります。はい、はい、どんどんタコちゃん、タコちゃんどんどん、すみません、今日どうもありがとうございました。昨日、ウェブのマーケティングのコンサル会社さんとパートナー契約をされたんです、はい、でオフラインとオンラインで、オフラインが非常に多くてオンラインが非常に少ないから、はい、そういう戦略を進めていくという話があったんですが、具体的にどれくらいの割合が健全だとお考えなんでしょうか。健全な割合、まあ、健全な割合というのは難しいですけど、やっぱりもうネット、まあ、みんなスマホでいろんなことを済ませる時代であって、皆さんみたいにコアな人たちはまあいろんな方法を知ってるかもしれないですけど、ライトな人たちってやっぱ最初の情報で捕まえられないと逃げられるわけですよね。だからやっぱスマホを中心としたそのネット上でのいろんな決済をできるような環境をしっかり作ることで新しい人たちを捕まえることがやっぱできるだろうから、今のその会社と一緒にやっていくってことを決めたんですけど、あの割合で言うとっていうと、例えば今9対1とするじゃないですか。で9の方の人たちにも新しくそのウェブ上での環境が整えば、そっちでいろんなことをやってくれる人も増えるかもしれないですけど、まあほとんどの人たちが、さっき5000人増やしたいっていう話しましたけど、5000人の人たちはまあそのウェブ、新しくこういろいろやっていくウェブ上での決済も含めたチケット購入をしていってもらうっていうような感覚なので、実際に言うとやっぱり6-4とか、そのぐらいの感覚が今の目標の数字からすると適正な数字になるのかなと思います。
今だいたい9対1ぐらいのイメージなんですね。で新しい人がまあ入ったとして、その人たちがその環境を利用したとすると、まあ、6、4ぐらいかなっていう、まあ、これ今僕がパッと思った感覚ですけど。ありがとうございました。タコちゃん走る。社長本日はありがとうございます。先ほど、はい、選手が、クオリティを出すため、力を発揮するため、あとは、ライトのファンが、来やすくするために、はい、良い雰囲気を作ってくださいと言われたと思うんですけど、これっていうのは、具体的には、ブーイングをするなとか、野次を飛ばすなとか、そういうことになるでしょうか。いや、まあ、ヤジを飛ばしたければ飛ばせばいいと思うし、ブーイングしたければ当然ブーイングすればいいと思うんですよね。ただその立ち位置がここにいる人たちには今日の回も含めて自分たちの今の立ち位置がこう分かった上でこうやって進んでいこうよっていう段階の中でする、その中でこう抱く不満なのか、この立ち位置すら分かってなくてなんで勝てないんだよっていうような中でこう出る不満なのかで全然僕はその雰囲気が違うと思うんですよ。一緒にここからスタートするけど上に上がっていこうよっていう中でするべくブーイングならばそれはまあポジティブなブーイングですね。だけど現状が分かっていなくてうまくいかないからこの試合当面の試合勝てなかったからただこう感情的にブーイングするっていうのは僕決してこういい雰囲気ではないと思うので、決してブーイングするなっていうことでは全然ないです。それは俺だってもういつももうブーイングしてるぐらい怒ってますよ。そんな気持ちは皆さんも同じだろうってことは十分わかるので、その気持ちをぐっと抑えてくるとは思わないんですけど、だけど結局考えてみればチームが勝つためにはこうなっていかなきゃいけないよねっていうのを今日はっきりと説明をして分かっていただいたとするなら、そのブーイングなりそのクレームとはね、ブーイングの内容が多分変わってくると思うんで、そういうことを僕はまあ言いたいっていうことです。なんとなく分かりますか。分かりました。はい、ありがとうございます。じゃあ社長どうもありがとうございます。ですね、まあ、今回すごい数字も出してもらって、直近の5年ぐらい、のビジョンというのがすごいよく分かったような気がしました。だけど今日とりあえずコンサドーレ札幌の未来を考える会ということで、もうちょっと先、今後10年とか、あとこのクラブのキャッチフレーズになっているあの北海道と共に世界へって言っているところでいくと、どういうふうな今後なんて言うんだろう、どういう方向性で歩んでいったりっていうところをちょっと聞かせてください。はい、僕がじゃあいつまでできるのかやらせてもらえるのかわからないですけど、まあ、僕はさっき見せたようにその5年後ぐらいには20億にして、まあ、そういう、まあ、要は今まで負のスパイラルだったのを逆にこう上昇のスパイラルに持っていけると、まあ、どっかでまあ、わかんないですよ。その外資も含めていろんな状況環境が変わってきて、僕30億ぐらいまではいけると思うんですよ。でこの地域で皆さんみたいな人たちがこれだけいるのに行かないわけがないと思ってるんですね。で30億になるとどういうことになるかっていうと、例えば広島が最近 J でチャンピオンになってますから、ね、あれでだいたい14億円ぐらいの強化費でチャンピオンになってる。これはまあ J リーグの他のクラブがガンと大きくならないっていう前提で今の J リーグだとしたら30まで行くと僕はまあ J1 でチャンピオンになれることもできるんじゃないかっていうのは真面目に思ってます。ただそこまで行かないとやっぱりこう選手の質もやっぱり上げられないので、やっぱそこまで行って J でチャンピオンになるっていうことは全然夢ではないし、今の J リーグなら繰り返しますけどそこまでいけばチャンピオンになれるかもしれないと思うので、そうなっていきたいと、まあ、
本気で思ってますけど、まあでもね、まあ、僕がやるならそのぐらいやりたいなとは思います。あの社長、いつまでやれるかわからないなんて言わないでください。いやいや、もうこれね、やれるように難しいんですよ。やっぱ株式会社なので株主総会でこう決まるんで、まあ、2年ごとにどうしてもそうなるんですよね。で、まあ、まあ僕本当にこう僕はオーナーでもないし、まあ、僕の気持ちの中ではやりたいと思いますよ。で、自分から辞めるっていうことはしないと思いますけど、あのまあでも選手いなくなったり、例えばいろいろいなくなったりしますけど、まあ、皆さんはずっと移籍しないわけなので、こんな感じでこう作っていくっていうようなことを続けていけば大丈夫かなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。先ほどあのバルバレッジ監督を解任した時にあの別の人にオファーを出したと聞きました。あと奈良選手についても、あの本人も希望をしたけどあの戻せなかったという話を聞きました。あのその際別の人にオファーを出すという選択肢はなかったんでしょうか。はい、その両方ってことですよね。はい、監督に関しては別の人にオファーを出そうということはなかったです。クラブの強化費をこうやって上げてこういうビジョンでやっていこうっていう中で、そういうそのサイクルがもし出来上がっていくんであれば、結果今まで結果出したことがあってこう託したいなっていう人にやっぱり2年3年っていう風に見てもらいたいって言って、まあ、そういう契約を投げたいので、そうなってくると一人の人がダメだったら次の人っていうことには今回はならなかった。で、奈良に関しても、まあ、さっきも少し触れましたけど、クラブとしては新しい選手を取るっていうことでのその経営のリスクが絶対的にあるので、まあ、奈良だったら奈良のためにちょっとこっちがなんかこう赤出してちゃう可能性が膨らんでも戻してあげたいなと思ったけれども、他の選手ではそこまでリスクを負って、新しい選手を取るっていうような選択はなかったです。あの今シーズンあの過去最高に強いあの選手を揃えたと、はい、あのそういうふうにお聞きしたんですけど、あの強化費をシーズン前に使いすぎちゃったんじゃないかなと。ああ、まあ、あのそれは、ね、やり方だと思うんですよ。さっきも、まあ、今日見せたように十数億円のチームに対して1シーズンどうやっていくかっていうことを考えると、もう最初からフルスロットルでいかないとやっぱり勝てないと僕は思ったんですよね。要はもううちが使えるだけの戦力を最初から揃えて、その選手たちが本当に怪我もせずベストパフォーマンスでいって、皆さんのサポートもあってとんでもない奇跡的なことが起きて初めて追いつけるようなやっぱ差なんですよね。だからそう考えるともうそこから勝負をするしか僕の中ではなかったんですね。でこれは4億から始めて最初ヘナヘナこうやりながらってやってたら多分間に合わなくなったと思うので、まあ、そこは戦略としては僕はそういうつもりで最初からフルでいったっていうことになります。いや、わかりました。あの、まあ、最初からフルスロットルでやらなきゃいけないというのは一つの選択肢だと思います。ただちょっとこれからあの補強選手がないままやるとあのちょっとこれから、プレーオフに進むにはなかなか厳しいんじゃないかなと思います。うん、まあそこはね、でもまあそれって結局ボークしか使えないからでしょっていう話にはなるわけですよね。でそこはさっきも言いましたけど、今の戦力の最大値を今出てるわけじゃないので、それを出すために現場には頑張ってもらうし、みんなでその雰囲気を作っていこうっていうことで何とかするしかない、まあ、そういうことです。ありがとうございました。はい。